毎日食うのは嫌だだから、まあ、例えばゴブ漬け前とかねそんなんなら OK だとか。面白い。聞こえてない。うん、まだけど。なんか、脳が狂っちゃう。だから栄養のあるものを食わんだから、栄養のないものが好きだから、それは脳しかない。それが原因だって。ゲームは行くの取ったら、美味しく食べれるやつ。まずくても食えって言ってる。これはね、玄米をね、本当に炊いたら、そんな白米のは食べれる。